おはようございます。おはようございます。今日も頑張ろうな。しゃあまずは高温乾燥からいこうか。どうも頑張っていこう。いきなり走りって。それな、高温乾燥やったらサボりスポットいけん。ほんまそれやで。あれするしかないか。おせやな。じゃあ行くぞー。よーいスタート。そこでしっかりと意識しながらやっていきましょう。はい。ね、で、しっかりとったか。はい。高温乾燥こいつらめっちゃ入られました。どうか。はい。タイムになった。タイムめっちゃ入りました。ええことやろ。ほな、校長が、今日まちょっと外周もするけども、まあ、ラスト、練習の締めは、もう一回高温乾燥で走り込み。いいですね。お前らよかったな。どうしようどうしよう。それでいきましょうか。ほな、ノックからいこうか。オッケー、準備せ、ガヨー。はぁ、おはようっす。おはようっす。していこうかーい。あかん。なんで何勝手な行動してんの。まだ練習せえへんて。なるなる。どういうこと。いや、だから今全員でベンチおったら監督来た時に休憩残り5分ですって言ったら通用すんねんて。お前だけ練習一人してたらおかしいやろ。うん、なあ、わかる。連帯責任になるから。はい、パッパサボって、パッパサボって、パッパキャプテン命令や。なる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 。しゃ、そうそう、トレーニング行こうか。はい、よし、大事ね、行くぞ。はい、あ、俺が教えたるわ。お願いします。あ、やっとトレーニングか。しゃ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 、気持ち込めて、気持ち込めて、感謝も込めて。きた、感謝。じゃあじゃあじゃあ、何のトレーニング？リハリング研修。何それ。で、俺が考えた、監督が来た時にいち早くゴールするための練習。なる、いいね。やろ。おい、あ、行くぞ。次追い込みや。追い込みすんの当たり前やろ。お前監督おらん時なんてどないすんねん。何すんの。 PPPKKK オールーチ KKK KKK 行くぞ。そんなしょうもないトレーニングせんでいいから。行くぞ。もう追い込みやったらええわ。はい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 。あー、もうサブだら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 。ボールが行くの、こんなにちょっとしたらダメやん。あい、はい、パパ早く早く早く。はい、もうサブ結局言ったことできないやん。なんも何してんの。おい、翔太、これ何の練習。何これ。 KKK やん。何 KKK って。監督来るから痕跡残す練習法。ラル、うん、はい、もうええ、もう行くぞ。はい、片付けて。はい、パパ行け。パパ、はいはいはい、早く早く。ラル、先輩、監督来ました。監督来ました。だって、監督来ました。OK。 ああ、監督来たからもう安いや。ありがとうございます。ありがとうございます。監督、瞬発力トレーニングと KKK を行っていました。今日のところはお引き取りください。わかりました。なる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 。監督来ました。はい、はい、
はい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 よいしょ、はい、行こうぜー、よいしょー、はい、行こう、よいしょ、食べて行こう、よいしょ、よーよし、はい、行こう、よいしょ、はい、よし、よし、よし、お前らふにゃけたスイングをするな、なる、はい、ずーっとダメを作って、あよ、にやけたスイングをするな。はい。あよ。これ終わったらタイム切り50分いかんな。なる。いやー、監督さん、それにしてもすごいですよね。ねえ、まあ練習戦か。いやー、それもそうなんですけども、それより、監督さんがいつも言ってる、溜めて解放理論、最近ソフトバンクの柳田選手も使ってますよね。してんの、はい、使ってあるな、すごいですまあまあ、それぐらいの理論っていうのは先生言うくらいの、そうですよね、ネプロも認めたよ、ね、まあ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 、すごいですはい、せーの、しかやるよ、はい、やります、頑張りますお前、タイム切り10分でいいから冗談ね、50分ポコチュー、はい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 、じゃあ、行く行く、はい、グーサル解放、はい、OK、2本目、はい、ごめん、リコ戻しといて、あ、了解っす、3本目、はい、はい、ラスト10本目、はい、よっしゃー、よし、お前らめっちゃ早なってるやん、ポコジュン、ポコジュン、行きまーす、違う、行きます行きまーす、おい、ポコジュン、行きまーす、あ、行きますね、何、行きますね、なんて、行きますね、あ、はい、行って行って、ポコジュン、行きまーす、行きまーす、ようやってる、行きまーす、大丈夫、ポコジュン、行きまーす、近い入ってる、近い入ってる、ポコジュン、取られたぞ、ポコジュン、ありがとう、さあ、ポコジュン、美味しかった、もうちょっと食べたいな、おや。
こんなところに。おや？したい言わはって言ってくださってな、お前らはそれ受けることになってな、まあ館長さんが練習したい言うたかもしれんわ、うん、でもお前らにとって練習は練習、うん、でこの合宿でいろいろお世話になっちゃうわけやろ、食事の準備やら、あ、何から何まで、それを答えれる場合なんじゃないの今は。じゃあはい、お前はいしか言えんのかバカだろ、すいません、あ、お前らしてもらって終わりなあ、いろんなことしてもらって終わり、返そうと思わないの、恩返そうと思わないの、その場なんじゃないのここ、盛り上げて楽しく楽しくやろうっていう気分はええよ、うん、けどダラダラ足動かしてダラダラ声出してふざけた声出してなめてんのか館長さんを、先生を、野球を、おい、舐めてんのか、舐めてないです、舐めてるように見えんねん、お前ら見ておるぞ、翔太なんで声出さないお前、はい、あ、今変、一丁前に今変でしょ、意味ないやろげ、お前らいつからそんなやらなって、いつからそんなな、なあなあのノック受けれるような選手になったの、え、いつから受けた恩を適当に流せるような人柄になったの、ん、お前ら何か与えられてんのじゃ、館長さんがや、明日な、草野球のコーチする言うて、え、お前ら応援の一言でも言うた、そこで頑張ってくださいの一言言うだけで違うや、全部されたされることだけ、返そうっていう気持ちがない、頑張ってくださいその一言なんで出ない、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。まあ言うたかてお前ら。ポコジュン。館長、頑張ってください。館長、頑張ってください。館長、頑張ってください。館長、ほんまに黙ってください。ご飯の時から、いや、すいません。言うの遅くなってしまいました。あの時はずっと思ってました。黙ってください。黙ってください。ありがとう。ポコジュン。黙ってください。心から黙ってください。思います。心から思います。今のお前の気持ちは分かったよ、分かった。ポコジュン。でもそれをな、すぐ出さないと。あ、まあ、今の思いは伝わったよ。ポコジュン。それは伝わった。翔太なんか特にな、一生懸命言うて。ポコジュン。マジで黙りましょう。
そこをしっかりとそれぞれが意識していく、そういう練習にな、しっかりやっていこう。で、なんや、さっきな、ハンドボール部の上田先生とそこで、ちょっと喋ったんやけど、ねえ、お前ら、朝一から今日の元気よくやっとるか、声出して。上田先生はね、普段から野球部のことを気にかけてくれてて、応援してくれててな、心配してくれとってな、朝一からちょっと練習を覗いとってくれたらしいね。なる。そしたら先生がおるときとはまるで違う、声が出てない、元気がない、そういう練習でしたっていう報告を受けました。どういうこと？先生がおるときとおらんときとそんな変えとるのかよ。どういうこと？実は1年生がためて解放理論うまくできてなくて、3年生の僕らが指導しました。まあ、元気を出して練習するという雰囲気よりは、まあ、黙々と練習する雰囲気にはなってたかもしれません。いや、そんな言うたかって、お前、上田先生がって、お前スポーツをされてる方でいい雰囲気か悪い雰囲気かぐらいわかるがな。ねえ、お前、上田先生が嘘ついてたって言うか。あんなに素晴らしい理論は絶対1年生に教えてあげたくて。上田先生の小田先生からこっちとってます。ポコジューン。あのクソボケがイチャモンつけやがって。だから弱いね、ハットボール。つまんない疑って。お前、ありがとう、3年生ありがとう。はい、じゃあこれからの練習もしっかりと。はい、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 解放エクステンション。